私も数百万、100万、200万都市の、
川崎の市民大学とか、先月は西船橋10万20万都市です、ね、の市民大学に呼ばれて講師で話していただいたんですけれども、やっぱりちょっと規模が違うんですね。でそういうところでは運営委員という私たちと同じように運営委員が市民大学を運営しているんですけれども、運営今も運営に一生懸命やるのでいっぱいいっぱいございます。会計のこととか人的な話であるとか、毎回の運営でございます。ところが守谷市民大学の運営委員が実は25名おります。であとでご紹介しますけれども、市とそれから市民と共同で運営しております。でその合計が25人なんですけれども、この運営委員とそれから受講生の皆様この距離、これが実は非常に近いな、セクリストにも反映しています。でどうやって作るかというと、自分に必要なコースとは何だろうということを考えながらコースを設計しています。だから受講生、実は運営委員がまた受講生にもなっているんです。 ですから受講生のためにかくいう私学長も、実はオープンコースの一つの受講生です。今期、受講側に回って教えてもらう、これはそういうコースが必要だと思うから設計するんですね。でそちらで学びます。ということがこの守谷市民大学の特徴になります。また受講者の中から講師が生まれています。ですから、講師の方が実は今までそこに座ったりしちゃった方が講師ということも実現しています。運営がその上からとか外から目線ではなくて、受講者と同じ目線で運営しているというところに大きな特徴があります。で、実は共同の町づくりということについては、市民大学の教室で ある種の実験をしている、こういう特徴があっていただいて、そこのところをまた期待していただいているかと思います。これから受講される皆様、双方向という授業をやっている方も多くいらますので、どんどん教職で質問をしたい、議論をしたいして、その教室でも共同の街づくりの担うというようなお気持ちで、おおらかな気持ちで、参加していただけたら大変幸いだと思います。こんなふうにして森谷市民大学の運営をいたしますので、皆様どうぞよろしくお願いしたいと思います。なお、あと先になりましたけれども、この開講式で森谷市長をはじめ、ご来賓の方が来て、共に祝ってくださいます。今日はお忙しいところをお聞きいただき大変ありがとうございます。お礼を申し上げて、また皆さんへの歓迎の気持ちを申し上げて、私からもご挨拶をします。今日はおめでとうございます。森谷市長、松丸信一代よりご挨拶申し上げます。皆さんおはようございます。
に困惑をしながらも対策を打っていったというのが今回の事例でございます。まあ、19号の台風に関しては、まあ、風、雨ということでございまして、まあ、雨に関しましてはわりかし、守谷は強い大地の上にありますから、それほど他の市町村と比べると危惧するところが少ないわけでございますけれども、そのちょうど報道も千葉県の風によって大きな被害を受けたということがございましたので、まあ、とりあえず避難所という形で解説をさせていただきます。その後台風が通過をした後、まあ、午前3時過ぎぐらいに利根川が続いていて、上流でもう警戒水位を超えたいというような連絡が都電上の方に直接ありました。私も、まあ、市長として最終的に対策本部の本部長として、避難指示を出すだろうかというようなところを手伝わせなきゃいけないというような状況になったわけでございますけれども、守谷は利根川水系、鬼怒川水系の4年前の上昇市の鬼怒川の堀にも一部水が入りました。農地の一部であったりということはあったんですが、まあ、住宅の床上浸水というのは考えられませんでしたので、夜中の3時間にけたたましい音で避難を指示を出したことでまた混乱をしたり、またその暗い中、もし避難をされる方がいらっしゃったときに、それをどうサポートするかという体制もございませんので、とにかく明るくなるまで待とうということで、まあ、6時過ぎまで待って、避難指示を出そうかという矢先に、今度はまた利根川というか、料理事務所から水位が下がってきているという、大体のその情報が入ってから6時間ぐらい、後に守谷に水が来るものですから、そういう非常に、まあ、緊迫した環境の中で一晩を過ごさせていただきましたけれども、その際に思ったのは、やはり守谷というのは、ある意味、水ということに対しては非常に強いところに住んでいる、住まわしていただいているということに改めて感謝すると同時に、そういう際の対応というのはどうしたらいいかというのを改めて勉強になりました。守谷は今まで発災型の災害に対しての訓練をしてきました。発災型で地震が6弱の地震が来た時に、まあ、その時に避難所を開設したり、要するに事後の対応は非常にいろんなことで考えてきたんですけれども、事前から対応する風の対応であったり、またそういう打ち水の対応もやはり考えなければいけないということで、今回の体験で浮き彫りになった問題点、課題を、まあ、電動内部がしっかりと対応するようにということで、省内機関となって今、対策を考えているというのが結構でございます。そういう中で、皆さんが集まられているそれぞれの地域で、行政としてできることはもちろん、精一杯させていただきますけれども、やはり自助、共助というふうによく言われます。まず自分の身をどういうふうに守っていただくか、それからその地域でどうするかということがありますけれども、その間にもう一つ、近所、ところじゃなくて近所、向こう三軒両隣の皆さんと助け合いをしていただくというような自助、近所、共助というふうに、もう一段階を入れていただくと、いろんな情報を声の届くところで共有できたりすることで、対応がスムーズにいくのかなというようなことも考えております。何しろこの市民大学があって、皆さんのそれぞれの立場でいろんなことを学んでいただく、そして、そこに新しい絆が生まれる、行政と皆さんとの距離もだいぶ近くなっていくんだろうというふうに思います。
今、少なくとも今、打つべき手はしっかりと打っておかなければ、その未来宿のお待ち続けできないんだろうと思っておりますので、政府は行政としても、ご尽力させていただきますので、皆さんとご支援とご協力をよろしくお願いしたいと思います。また本日のご入学に際しては、本当にこれから半年間、しっかりと楽しく勉強していただいて、また次の年を迎えていただければというふうに思います。今日は本当におめでとうございます。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。引き続きまして、形式の言葉を森谷市民活動支援センター長高木保より申し上げます。皆様、森谷市民大学に、ようこそいらっしゃいました。今日からですね、皆様は市民大学の生徒として、私たち運営員と一緒に、学んでいきたいと思います。で、半年後に卒業されるときにはたくさんの友達、いわゆるネットワークを作っていただいて、ぜひ今後の活動に生かしていただきたいと思います。以上をもちまして、森谷市民大学を、閉会と開講式を閉会といたします。どうもおめでとうございます。それではこの後、各コースにおいて第1回目の講義となります。市政講座、共同のまちづくりについて始めます。それではですね、引き続き、第1回市政講座、守谷のまちづくりを、まちづくりを知るを行います。講師の先生を紹介をさせていただきます。お名前は岩田勝先生でございます。肩書きは守谷の市役所の生活経済部長でございます。経歴を説明をさせていただきます。昭和63年入庁後、税務課、総務課、国庫年金課、議会事務局を歴任し、平成23年、税務課長、平成27年総務部次長兼財務課長として、ふるさと納税の基礎を作り、平成30年度から現職をされている先生でございます。それでは先生、よろしくお願いいたします。皆さん、おはようございます。ただいまご紹介いただきました守谷市生活経済部長の岩田と申します。よろしくお願いいたします。本日は守谷市民大学2019年11月開校講座を受講いただきまして、誠にありがとうございます。また皆様には日頃よりですね、市政運営につきましてご協力をいただいていることに対しまして、御礼を申し上げます。ここで私の略歴で先ほどご紹介しましたけれども、簡単にですね、経歴などについて申し上げますと、私は守谷市の荒野に住んでおりまして、また学生時代に4年ほど、家を離れた時期がございますけれども、生まれも育ちも守谷市となっております。守谷市役所がですね、昭和63年、当時の守谷町役場の方に入庁いたしまして、総務課、国庫年金課、議会事務局、財政課などを経まして、昨年の4月より生活経済部の部長として異動となってまいりました。その間、各課におきましてですね、担当業務のほかに、総務課では職員の福利厚生であります、職員補助会の方を設立したりですね、議会事務局におきましては、議会の会議録の方を検索したりする検索システムの導入などを進めてまいりました。また税務課の方ではですね、確定申告のデータの円滑を図るということで、デルタックス、電子申告ですね、こちらの導入の方なども進めてまいりました。また財政課におきましてはですね、先ほどもございましたけれども、市民、事業所の活性化や財政、財源の確保のためにですね、ふるさと納税を導入という形で進めたりですね、守谷市の大木地区にあります、守谷市民交流館の開館活動などに携わってまいりました。現在、政府の
の生活経済部に申し上げますとですね、本日共同の町づくりを所管いたします地域共同推進課、その他、消防、防災、防犯、交通などを所管いたします交通防災課の方がございます。またゴミ環境問題などを所管する生活環境課、農業、商工、観光ですね、そういったものを所管します経済課、また住民登録、戸籍などを所管いたします総合幕別課の5課を有しておりまして、市民の生活に直結いたします、幅広い業務を行っておりまして、皆様にとっては非常に身近な部署になることになるのかなというふうに思っております。さて、本日はですね、皆さんは守谷市民大学ということで約5ヶ月間の間ですね、どの法人におきましても約10回にあたりまして実行していただくわけでございますけれども、各コースを受講したことで自分の部分や関心を地域に生かすきっかけといいますか、ヒントを見つけていただければなと幸いに思っております。5ヶ月間よろしくお願いいたしたいと思います。そして今回ですね、初めての方くらい何人くらいでしょうか。今回 の第1回本ということで共同のまちづくりについてということで、前回と同じような内容となる部分はございますかと思いますけれども、おさらいということで、お聞きいただければと思います。本日最初の講座ということでですね、まず現在の地方自治体の状況ですね、そちらの方に簡単に思っていて、どうしようもないですね、今回の市民大学の、メッセージ、学長とからのメッセージというのがございますけれども、守谷市は以前より市民、行政、企業、団体と主体的に、積極的に参加を進めます、本日の講義のテーマとなります、共同のまちづくりを推進しておりますけれども、この政策を進めるにあたりまして、大きな課題は、人づくりにあるということで、この守谷市民大学では、守谷市を取り巻く環境や、課題について学び、実践的な講義を通じまして、意識の共有化を図るとともに、共同の担い手として、自らが地域貢献をすることの意義を学ぶ目的としまして、平成24年10月に開校をされております。守谷市民大学の11月開校コースではですね、総合コース、守谷を知る専門コースでイベント案内、ワールドを作ろう、そして助けると言える街、オープンコースにおきましては、初めてのグリーン作り講座、また自分の運転技量をしようといったことで、今後を進めていくわけでございますけれども、地方募集のパンフレットのですね、宮崎学長のメッセージではですね、守谷の意外な面を知り、専門を講じて自分ができることを体験的に知り、オープンコースでこんな教室に出てよかったと、納得するプログラムを用意しましたと述べてございます。また、市長のメッセージによりましてはですね、市民の皆さんの日頃の疑問や思いを仲間と共有し、世代の観点、視点で情報を交換する場でもあり、守谷市が魅力あふれる住みよい町となるよう学んでいきましょうということで、皆様への期待の方を述べてございます。事項にあたりましては、皆さんがそれぞれ自主的な行動をもとに、お互いが連携する町づくりを目指しまして、また近年の少子高齢化をはじめとする暮らしを取り巻く環境の変化に対応し、さまざまな課題に地域の指導、新指導で解決する共同のまちづくりを担い手となれるように、取り組んでいただければなと思ってございます。現にですね、今まで授業された卒業生の中にも、共同の担い手として、地域貢献を進めていらっしゃる方もいますので、皆さんもぜひ頑張っていただきたいと思います。それではですね、市民共同のまちづくりについてということで、
ですね、本日の話の内容となりますけれども、共同とは、また守谷市の共同の流れ、支援活動推進のために、まちづくり協議会の設立、大きく4つの事柄についてお話をさせていただきたいと思います。これらの話はですね、役所から説明的な内容となってしまうと思いますけれども、なるべく簡単に分かりやすくお話ししたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はじめにですね、守谷市民大学の目的となります。皆様がですね、初回、今回参加されております、守谷市民大学は、共同のまちづくりの担い手を育成することを目的として開校されました。そして、その担い手の育成のために、受講生に対して、さまざまな分野のまちづくり活動の必要な知識や、技能を学んでいただく旅館を提供しまして、その知識や技能を習得していただきまして、共同のまちづくりに携わっていただくことが重要であると考えております。守谷市民大学は、先ほど申し上げました通り、平成24年10月に開校して以来、毎年度前期後期に分けて開校いたしまして、市についての情報を学ぶ総合コースと分野を特化したまちづくりについて学ぶ専門コースの2体系で設計を行っております。本日は後期開校の初日ということで、全コース共通の市民市政講座といたしまして、守谷市の共同まちづくりについてがテーマとなってございます。そもそも共同のまちづくりは何かということでございますけれども、守谷市では平成18年12月にですね、守谷市共同のまちづくり推進指針を策定いたしました。この指針はまちづくりに関する市民ニーズが多岐多様化、高度化しまして、また市の厳しい財源下では、全てのニーズに調べて対応していくことは困難な状況にありますことから、全ての市民が住んでよかった、住み続けたいと思える守谷を市民の枠組みを超えて作り育てていくまちづくりが求められているという認識からですね、市民の皆様と共に作り上げたものとなっております。この指針の冒頭でまず共同のまちづくりとは何かということで書いてございます。共同のまちづくりとは、住んでよかったと思える町を実現するために、市民や市などがお互いの持ち合いを認め、尊重し合って、対等な関係に立ち、それぞれが持っている知恵や資源を持ち寄りまして、責任と役割を分担して協力し合いながら課題に取り組んでいくことを求めることで定義してございます。共同まちづくりというものについての理念ということが、というか、解釈をしているような文章で、分かりにくいかと思いますので、次に具体的に見ていきたいと思います。守谷市でまちづくり活動を行うという、行える人を団体に組織というものがあるかと考えると、それは市内在住、在勤、在学など、守谷市に関わりのあるあらゆる人たちということが言えます。そしてそれらを代別すると、まず市民の方々がいます。これでは守谷に住んでいる人のほか、場合によっては市内から守谷市を訪れている人、例えば学生だとか在勤の方などが関わっています。次に市民公益活動団体がございます。これは市民の方や事業者の自発的な参加によりまして、公益性のある活動を行う団体を指しております。ここでいう公益性とは、不特定多数のものの利益ということで、趣味的な
と含まないものとしてございます。次に事業者、企業となります。事業者とは営利目的の事業を行う個人または法人を指しますけれども、営利活動のほかに公益活動を行うグループ主体として挙げられます。そして最後に行政がございます。こういった地域に住み地域を支えることのできる主体がそれぞれ連携し協力し合ってそれぞれの得意分野を生かしながら責任を持って町づくりを担っていくのが共同の町づくりということができます。例えば子どもたちのサポートであったり高齢者の見守りであったりさまざまなイベントそういったことを行政のみ市民のみ事業者のみで行うということではなく皆で連携し手を取り合って進めていくそういったことが共通の共同のまちづくりとなります。次にですね多様な主体が連携して共同のまちづくりを進めるにはさまざまなやり方取り組みが考えられますのでそれその取り組み共同の形態についてお話ししたいと思います。人々が生活する上で誰もが関わる環境や制度などの全体を公共として表した場合その上段にあるように共同のまちづくりの考え方以前ではできる限り行政のみでその役割を担ってきたその公共の分野において多様な主体が連携してまちづくりの公共活動事業を行うといった共同のまちづくりを進めるにあたってはその活動事業などがどのような内容があるかを踏まえそれに適したやり方形態役割分担を担い活動を進めていくことが大切となります。それらを表したものが図のパターンとなりますけれども市内で公共になる場合担うさまざまな活動についてこれからはですねほぼ行政のみが行う分野領域行政指導であるな、市民など他の主体と協力して行う分野領域ですね。そして行政と市民などが対等に力を合わせて行う分野市民など行政以外の主体が主導で行う分野ほぼ行政以外の市民などが主体で行う分野に分けて考えることができます。そして共同はこの赤枠の部分ですねが実施することが可能であると考えられます。それではそれぞれの分野ごとにどのような形態で活動を事業を進めることが適切かと考えますと行政が主導の分野領域では企画立案への参画となります。これは市が施策立案する場合に施策形態過程では形成過程では市民や市民公益活動団体等から意見や提案を求めたり情報を交換したりするものとなっております。また市の審議会や委員会等への委員としての参画もこの分野となります。次に行政と市民が対等の分野領域では共済実行委員会委託などがございます。共済は市民と行政がともに主催者となって共同して事業を実施するものとなっております。実行委員会につきましては市民公益活動団体や市などの複数の主体が集まって組織を立ち上げその組織が主催者となって事業を行うものとなっております。この守谷市民大学もこの実行委員会の形態によって運営の方がなされております。委託は市が行う事業と市よりも効果的に実施できる特性を持つ市民公益活動団体等に契約によって委託するものとなっています。
こちらの市民活動支援センターの運営につきましても、平成28年度から NPO 法人、共同守屋に、業務委託の方をしてございます。市民が主導、市が支援の分野、領域ではもっぱら市民が主体的かつ自律的に実施の分野、領域では、補助事業、公園、協賛、事業協力となります。補助事業は市民等が事業主体となりまして、自主的に実施する公益的な事業に対しまして、市が財政的な支援を行うものとなっております。公園協賛につきましては、市民等が主体となりまして、独自に行う事業に対して、その目的が市の方針と合致する場合に、公益性を認知し、支援するための公園便の使用を許可したり、協賛したりするものとなっております。最後に、事業協力となります。こちらは、行政が主導の分野、市民が主導の分野の両方に表示しましたが、行政が主導して市民が協力するというものと、市民が主導で行政が協力という両面の事業がありますことから、このように両方に表示してございます。市ではこのように共同の形態を整理してございます。次に、それでは共同について歴史的な先行的な流れを見てみたいと思います。それはですね、まず江戸時代まで遡ります。江戸時代の五人組という制度をですね、皆さんも日本史の時間などでですね習ったかと思いますけれども、隣近所を五個一組に編成し、お互い助け合うとともに年貢の有が犯罪の防止、禁止団を期待する、監視などにですね、連帯責任を負わせるための立法制度というものがございました。戦時中になりますと、国民の思想統制や、住民同士の相互監視のために、隣組といった組織が制度化されまして、五条、実刑、配給に当たっておりました。戦後この制度自体は禁止されましたが、現在もですね、町内会、自治会等のですね、地域組織としまして、関内回覧板などの、活動形式は現在も残っているところでございます。戦後になりますと、中央集権、国から都道府県、そして市町村へという行政の在り方、行政の手法が浸透してまいりました。また共同という言葉をですね、インターネットで検索、調べてみますとですね、1995年に発生いたしました阪神・淡路大震災といったものが出てきます。あまりもですね、この災害措置としては大きなものでですね、警察や消防機関によります被災者救助がなかなか追いつかず、受け身的な行政支援を待っていられなくなりまして、実際に市民自身により、自力または隣人の力を得て、救助、復旧などが行われました。この震災を契機としまして、自助、共助、公助によります防災のまちづくりが推進されてきました。市民が行政とともに地域の問題解決に向けて取り組む共同意識が再確認され、その他の多くの市町村においても共同のまちづくりの考え方が一層波及するきっかけともなったものでございます。2007年からは地方分権を進めるために国税、所得税からの地方税、住民税ですね、そちらの税金の移し替えが行われまして、3兆円といった、税源以上が行われております。2011年、東日本大震災などでも、多くのボランティアが一
動しまして、住民も役割を持って行政と共同のまちづくりを進めていくという考えにですね、シフトの方をしております。さらに進んで地域のことは、地域の住民が決定するという地域主権の考え方に大きく移行しているところでございます。このような流れの中でですね、地域の課題を行政のみに任せず、自分自ら解決していこうという考えが生まれまして、この考え方が全国的に普及し、浸透していきました。これが共同のまちづくりの基本的な考え方となってございます。守谷市の状況の方をですね、ここで見てみますと、守谷市におきましても市内の大型住宅開発地区への入居が始まりまして、昭和60年代以降人口が急激にですね増加するとともに、住民ニーズやライフスタイルの多様化や複雑化が進んでまいりました。転入者の増加、それに伴います生活環境の大幅な変化によりまして、今までの行政のみでのこのきめ細やかな公共サービスの提供が難しくなってきたような状況がございます。このようなことから、より魅力がある守谷を築いていくために、この町に住む皆が対等の立場で協力し、お互いに知恵と力を合わせて町づくりを進めようという機運が高まってまいりました。そして住む人が協力しまして力を合わせて進める町づくりというものが始まってきたということでございます。次に守谷市のですね、人口の推移と共同の地域共同事業につきまして見てみたいと思います。これはですね、守谷市の人口の推移のグラフですね。守谷市の主な共同事業が生まれた年代を重ねた表となってございます。昭和30年1955年になりますけれども、当時の守谷町、高野村、大野村、大井沢村が合併いたしまして、新しい守谷町が誕生した当時はですね、人口は1万2095人ということでですね、今の6分の1ほどしかない、町内支援組織の結びつきが強く、一部市、道路工事ですね、それと小さまりは草刈りや枝下ろしなどですね、地域の共同作業といったものが一般的に当時は行われておりましたが、住宅公団によります団地区画整理事業などによりまして、都市化が進み、市の人口は急激にですね増加しまして、地域の当事者意識は徐々に薄れていくような状況となってまいりました。このような状況の中ですね、当地の守谷町では地域ぐるみで環境美化推進事業を行うために、昭和59年1984年ですね、全町内会に協力を呼びかけて環境美化の日を開催しております。昭和63年には北団地の町内会の連合組織であります北守谷地区連絡協議会というものが発足してございます。また平成元年1989年には市民有志の発案で守谷町国際交流協会というものが発足してございます。市と共同で国際交流事業を推進させていくなどの事例が相次いでこの当時はございます。平成12年、2000年には、今も続いております利根砂岩の区切り作戦というものが開始されまして、平成13年、2001年には地域と共同で公園樹木の管理、選定等を行う地
業が始まっております。地域の緑や環境をですね、自分たちの手で守りを守り育てようといった考えは、多くの市民の皆さんに受け入れられまして、両事業ともですね、現在まで継続されているほか、地域環境の保全に関する市民の意識は主体的な方向に変わっていきまして、平成14年2002年に市が管理する公園、緑地、道路の植栽物、火炭等に関する愛護意識の交流や環境美化を図ることを目的としまして、町内会、小学校、企業等の各種団体の皆様によりまして、緑化の推進に協力いただく公園里親事業、この方も始まってございます。またこの頃からですね、イベントの市民による運営か実行委員会形式といったものが進みまして、既存のイベントの運営主体を市民に移すとともに、市民主体の新規イベントの開催も始まるようになっております。事業といたしましては、守谷駅前で行われております守谷クリスマスカンタジーですね、それと夢サイトフェスタの実行委員会形式の変更などが挙げられます。そしてこのあたりから市民による団体数の設置が急激に増えていくこととなっております。平成21年2009年に市民目線から考えた新たな共同事業を創出するために、第1回のですね、市民提案型共同事業発足会が開催されまして、ここで発表されました守谷総合人生大学の構想がですね、今ここにありございます平成24年に守谷市民大学としまして、市民の皆様と市との共同体制で初めて開校されております。なおですね、この市民大学市民提案型の共同事業発表会につきましては、現在もですね、続けられているような状況となっております。このように見ていきますと、守谷市の共同のまちづくりは環境保全分野の方から始まっているのかなといったことが見られるかと思います。そして平成30年9月に守谷市共同のまちづくり推進条例の改正を行いまして、平成30年の12月から現在にわたりまして、まちづくり協議会といったものが各地区において設立が進められまして、地域主導、市民主導のまちづくりが進められていた状況となってございます。次にですね、この表は市民活動の活発化、共同意識の高まりを受けまして、市が整備してきた体制の経緯を表したものとなっております。平成14年に策定いたしました守谷市総合計画におきまして、初めて共同といった言葉を用いまして、市民との共同のまちづくりといったものを施策をですね、設定いたしました。ちなみに平成6年策定の守谷町総合計画では、共同といった言葉はですね、全く使われておらずですね、住民参加といった記載となっておりまして、その内容は行政と住民の相互関係を緊密に、行政の果たすべき役割と住民自らが果たすべき役割を明確にして、効率的な行政運営に努めるとなっておりまして、現在とは全く真逆の考え方となっていたような状況です。平成14年、この頃よりですね、自主的活動に基づきますボランティア活動としまして、交通安全運動や福祉、環境活動などの市民参加が活発化してきた時代となっております。また市民と共同で実践するまちづくりを推進するためには、市民と行政が
お互いの持っている情報を共有しまして、市の情報についてよく知ってもらうことが重要になると考えます。そしてこの都市には、市民の公益的な活動を支援する拠点としまして、市民活動支援センターを設置されまして、当時は現在の浄化センター内、守谷サービスエリアの隣になりますね、そちらの方に開設の方をしております。平成15年には共同まちづくりの担当部署としまして、暮らしの支援課の方を新設いたしまして、共同に関する意識の高まりを受けまして、平成16年守谷市共同まちづくり市民会議を設置しまして、市民と行政が共同で2年をかけまして、守谷市共同まちづくり推進条例および推進指針の方を策定しまして、市の共同の理念というものを確立いたしました。また市と行政が共同のまちづくりの原則によりまして、市の施策の進捗状況等を把握掌握する組織としまして、守谷市まちづくり推進委員会を設置しまして、共同のまちづくりを推進していくこととなりました。平成20年にはですね、市民活動支援センターを現在の保身交流センター、現在のこちらになりますけれども、こちらに移転をいたしまして、平成21年からはですね、市民と市の共同で新たな共同事業を創出する市民提案型共同事業を実施してございます。平成24年にはですね、地域の絆を強化し、誰もが安心して地域で生き続けられる社会の実現を目的とした、地域福祉計画、地域福祉活動計画が施行されております。これらの計画も市内6地区で開催した座談会に基づきまして、市民、行政、社会福祉協議会が共同により作ったものとなっております。同じ年ですね、この守谷市民大学が開校しまして、共同のまちづくりの担い手を市民と行政が共同で育成していくということとなりました。守谷市ではこのように魅力が増える住みよい環境を築くため、共同のまちづくりといったものを掲げてましてですね、市民公益活動団体、事業者、そして市が一体となってまちづくりを進めているところでございます。また今後訪れるであろう環境の変化や課題も予想されることから、地域や市民が主役となる地域主導のまちづくり、守谷市の運営形態をですね、大きく転換していくことが必要となっております。この地域主導、市民主導のまちづくりを実現しまして、共同のまちづくりをさらに発展的に推進するために、平成30年9月、守谷市共同のまちづくり推進条例の全部改正としたものを行っております。そして先ほども申し上げましたようにですね、平成30年12月から現在にわたりまして、各地区におきまして守谷市まちづくり協議会の設立が進められまして、地域主導、市民主導のまちづくりが進められていてございます。次にですね、平成24年3月に策定されました地域福祉計画、地域福祉活動計画についてお話ししたいと思います。地域福祉計画は従来の地域福祉施策を地域社会で総合的に実施するために、市民共同で展開する福祉活動をですね、公的サービスをつなぎ、みんなで幸せの実現を支える計画となってございます。
作る地域福祉計画と住民と社会福祉協議会が共同で作る地域福祉活動計画がありまして、この計画はみんなで幸せを得るため地域で暮らす人たち一人一人が地域でさまざまな力を一つにまとめまして地域福祉を担う一員として自分の地域について考えるものとなっております。平成24年から平成28年度が第1期計画となりまして、現在は平成29年度から平成33年度の第2期計画となっております。守谷市内の守谷、大野、高谷、堀沢、北守谷、そして三月野地区の6地区の地域福祉活動実行委員会によりまして、各地区で計画を策定し、現在も活動の方を行っております。また各地区には地域担当職員制度としまして、全地域に市の職員の方を配置しまして連絡調整などの活動支援の方を行ってございます。助成金交付制度では地区ごとに人口割合に応じた上限を設けてですね支援を行っておりまして、平成30年度は79万2000円から139万2000円の交付がされております。先ほどですね人口のグラフを提示けれども、守谷市では昭和57年に北守谷と三月野地区への入居が始まりまして、人口の方が急速に伸びを示しておりました。当時マイホームを購入した世帯が現在60歳から70歳代となりまして、三月野地区のようにですね高齢化が進んでいる地域がある一方、鳥取市、工場跡地のですね、松の海岸場地区のようにですね、最近流行、入居が始まった子育て世帯が多い地域があるなどですね、地域差が色濃く出ているのが今の守谷市の状況かなと思います。このようなことから、守谷市では多様化する市民の福祉ニーズに対しまして、地域における身近な生活課題に対する事業を支援し、住み慣れた地域で誰もが安心して暮らすことができるような地域づくりといったものを進めてまいりました。共生は平等原則の考えのもとで基本的に一律の共生サービスを行ってきましたが、地域差が色濃く出ております今、市内全域に同じサービスを行うのではなく、地域ごとにその地域が必要とするサービスを提供することが、市民にとりまして、より良い満足度があるのではないかということで、地域福祉をより発展させる形で、地域と行政が共同で町づくりを行う方法の方を模索しているところで、これらのことからですね、市ではより一層の市民活動を推進するために、いろいろな支援制度といったものを整備しております。今回は大きく支援制度の方をですね、資金面と活動面と分けて説明の方をさせていただきたいと思います。最初に資金面の支援制度となります。資金の補助ということでございます。まず公益的な活動であれば、ですね、国の方で示したこういったことをやった場合に人口をどれだけ増やせるかというようなことでですね、そういったものを想定して、出された数値になっておりますので、それに向けて、市としてどういったことをやっていくのかということになるのかとなるとは思いますけれども、そういったことを、
どういったことをやるっていうようなものまで想定して、こういった人口の推計というものを作ったような状況となっておりますので。その、まちづくり協議会ができたことで、そういう問題、そういうことの課題がですね、すべて整理されるものじゃないんじゃないかというのは、私自身は考えていまして、例えば、人口減少に対応した再生の問題だとかですね、そういうかなり大がかりなことを考えていかなければならないんじゃないかなという課題は大きいですけども、そういうようなことはあるので、どこかでそういう議論もなされているんじゃないかなというふうに思ったんですね。そういう表が出たら出てきちゃうことですから、何も覚えていませんではちょっとどうかなと思ったんですが、ちょっとお聞きしただけです。ましてはそういった形で、人口基礎の計画は進めておりまして、ただ先ほど人口の推計グラフとお見せしましたけれども、まちづくり協議会ということで申し上げたかったのは、例えば若い世代が多い地区、民間のグラフになったと思うんですけれども、左側で例えば松並青葉など若い転入して小学校、中学校が増えていたりとか、そういった人口構成が違うので、その地域にあった要望といったそういったものをあるといったことで、その地区地区でまちづくり協議会というものを設立して、そのニーズに合ったそういった施策というのを進められたということでございますので、大体おっしゃることは理解しました。その人口の問題の話にちょっと特化して言えばですね、いびつな人口形態になってきているわけで、担い手の不足問題が出てくるでしょうから、完全に今のような現状のやり方でですね、将来が解決できるということではないと思いますから、そういうことも含めて細かく、きめ細かく行政側としてはですね、市民に共同の作業を起こすというか、そのしていこうということであればですね、どっかでそういう問題を考えながら全部整理し、問題を解決できるような施策をしていただければならないんじゃないかなというふうに思ったので、ちょっと聞きました。分かりました。はい、どうもありがとうございました。はい、じゃあすいません、その前の方をお願いいたします。岸田の森川と申します。松崎教育はとってもいい話で、実は私も、として入ったんですけれども、全体的にはですね、お願いがあるんですけど、スケジュールが、見えません。それから町づくり協議会は作ったけれども、いつ誰がどこで話し合いをしているのかも見えませんし、その連絡も来ません。それから、町づくり協議会のところで、まあ、市役所の担当の方がいらっしゃいましたということでしたけれども、その方の名前が分かりません。いろんな部分がまだまだできたばっかりで、設立されたばかりかな。その中で我々の今市民代表の方で学んでいるんですけども、ぜひ我々の意見を取り入れていただいて、市民協議会も運営していただきたいなと思うんですけど、とにかく、もう一つあるのは、この市民協議会が見えるかという新しいことがあるんですけど、それともう一つ、今は私は都市計画の話が今後あるということなので、そこら辺のところのまちづくり協議会との関係をやっぱりもう少し、どんな形でしていくのかも聞きたい。それとどの行政でもそうなんですけど、いいことばっかり言うんですけど、悪いこと、要するに、10年間もまちづくりやってきたけども何が悪かったということが一切見えないんですよね。で、市民には結構、駅前の話だとかいろんな問題点だとか悪くしゃべってきます。で、そういう結果がどうなってこうなったのか、だから将来的にはこうしていくんだっていうことが全然今から見えないので、そういうところも毎日の教育会の中で話されていくのかなというふうに思っています。すいません、長くなりました。で、今後とも毎日の教育会よろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いします。情報が届かないというか、ことも変わると思いますが、時間が違う。まちづくり協議会の方でも、各地区の協議会の方で、公募等々を渡されているのかなと思うんですけれども、
そういった場も今後考えておりますので、その他の情報の発信ですね、この辺は注意していきたいなというふうに考えております。はい、よろしいでしょうか。はい、それでは他にございますでしょうか。はい、じゃあお願いします。本庁の松本と申しますけど、政府委員協議会の設立ということですけどね、私たちの本庁の場合はですね、私は正直に言うと D ブロックの実行委員を兼ねているんですけど、たまたま明日E ブロックで忘年会を開催するんですけど、それに関してもですね、町内の区長さんがですね、非協力ですね、私たちのブロックでは16町会なんですけど、実行委員会とかそういうその話し合いに参加してくださいと、半分も参加してくれないんですよ、区長さんが。そういう区長さんはですね、1年交代の区長さんが多いということなので、関心がないのかですね、それからは書かれたくないと思っているのかですね、その町内会の方って言うんですかね、それはどうなっているのかなと、そういうところのですね、行政はどういうふうに若い町内会なのか、それとも古い町内会なのかということもですね、私たちは分かりません、参加してくれないので、そういうことも聞きたいと思ってるんですけど、そういうね、参加するためにはどういうふうにしたらいい、行政としたらいいかなということをちょっと教えてもらえれば、今後のですね、参考になるかなと思ってるんですけど、いかがでしょうか。やはり各地区で言いますと、人を集めて相談して進めているというのが、実情なのかなと思いますので、各地区の実情に合わせて、その中で声をかけて、いただくことを進めるのかなと思うんですけれども。そのぐらいはしているつもりでおりますけど、なかなか参加していないのが、の大変だなと。そして、リーダーの方もですね、実行委員長の方が頭を抱えているところがあるんじゃないかと思っています。私たちは一応協力はしているつもりでありますけど、できるだけその参加していただきたいというのは私たちの実行委員の思っていることなんですけど、でそれになると、この祭り作りの設立がですね、なかなか進まないんですね、最後参加していないんですね。ただ、実行委員会であったこうだって、言ってもですね、実際動かないと、先ほど言われたように、見える上の実行委員会、設立しないといけないと思ってますので、その辺のところですね、ぜひ、行政としてですね、指導していただければありがたいと思っています。よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。